んにちは。ジャズ界のご意見番、ロンパオこと天才ジャズサックス奏者ヒロコリンです。本日もゆってぃ先生 YouTube チャンネルご覧いただきありがとうございます。本日のタイトルはゆってぃ先生からの愛の無知、あなたがインチキおじさんにならないためにという内容からお送りしますね。今回はゆってぃ先生の X かっこ旧 Twitter でつぶやいた毒舌つぶやき、インチキおじさんにならないためのジャズ指南をご紹介していきます。過激な投稿もあるため、心臓の弱い方、不快に思う方はそっと戻るボタンでチャンネルを離れてくださいね。真摯にジャズに取り組みたい人、アドリブを本気で習得したい人は、日々の練習の仕方や音楽への取り組み方など様々なヒントが含まれてますので、ぜひ最後まで聞いてください。それではインチキおじさんにならないためのゆってぃ先生の愛の無知、スタートです。本気でジャズを学ぼうと思うなら、オーソドックスなことを軽視せず、時間をかけて学び、型をしっかり身につけることが大切です。それをなくして自由も個性もないから。ジャズって自由っていうけど、ルールはたくさんあるし、技術、知識、理論など様々なことがかなり必要。それをジャズは自由だからと言ってめちゃくちゃなことを演奏し、ルフするインチキおじさん、30年やってもトライアド、メジャーマイナーすらできない。ジャズサックス歴30年でメジャーとマイナーの違いがわからない、スーファイブ一切できない、すべてスケール、ドレミの上下運動を、コードチェンジを無視してアドリブする、 SNS で躍動する実証上級者おじさん、教育って大事ですよね。コード、スケールの特性、ジャズの言葉、フレーズを学ばずに適当に指を回す、スケール上下運動をする、そのスケールすら間違っている、ジャズサックス歴30年インチキおじさんは、アドリブ歴3ヶ月コートやフレーズを丁寧に練習した初心者より下手くそな可能性があります。めちゃくちゃデタラメなアドリブをしてるのに、音楽仲間、先生、ジャムセッションのホスト、プロやライブハウスのマスター、店員の誰からもデタラメ間違いを指摘されずに30年やってきたのは、ある意味かわいそう。30年やってメジャーマイナー2-5枯葉ブルース一切できないインチキおじ、いくらセッションライブをたくさんやっても基礎をやってないと、歴30年で初心者のままメジャーマイナー区別がつかない、2-5オルタードの使い方一切できない、解決も一切できない、逆に適当に吹く癖がついてしまってデタラムだらけ、言って異先生レッスンで基礎からジャズ学びませんか。フレーズの意味を理解して吹かないと全く意味がない。コピー譜面、書きその譜面も意味もわからず、また間違った解釈、分析をしていると50年練習しても、デタラメ、インチキアドリブの初心者のままです。アドリブとは、自分自身の確固たるシステムを作ることだ。コード進行に対してのアプローチの引き出し、明確なメロディー、ハーモニーの作り方を深めていくこと。インチキおじさんはジャズは自由だと言って、スケール上下運動を適当な音使い、30年やってもメジャーマイナーできない、2-5できない。すべてのキーでクリアに同じ発想ができることが大事だし、それが結局近道。それを放棄してしまうと、歴30年やっても、カラーやブルースをキーを変えたり劇的にできない、下手くそという状態になってしまう。初心者の頃からシンプルなフレーズで言うので、12キー練習になれるし。ジャズは自由という言葉が一人歩きしている。ニューオーリンズ、スイング、ビバット、モード、様々なルール、やり方や暗黙の了解がものすごいある。適当に吹いて良い瞬間はない。スタイル、型を学ぶというのはある意味、縛られるということを、でもそれがそれらのジャズを演奏する上で重要。
物事を学ぶときに順序はとても大切。それなくしてスタイル、型は身につかない。30年やっててたらめアドリブしかできないインチキおじさんは、寿司職人なら見習いで入って30年やっているのに、シャリを炊けない、だし巻き卵作れない、魚の知識ゼロ、さばけないという状態。自称上級者。アドリブとは音を埋める作業ではないのだ。瞬間にメロディー、ハーモニー、リズムを紡いでいくこと。テクニック、知識、反射神経、応用力などが必要。それらは浅いうちに習得できるものではなく、10年20年かけて地道に積み上げていくもの。インチキおじさんは歴30年でも積み上げがゼロ、超初心者のまま。適当な練習を30年間続けたインチキおじさんより、1年間基礎やジャズの言葉をストイックに学び練習した人の方がうまい場合が多々ある。言って、伊先生の愛の説教部屋、いかがだったでしょうか。耳が痛い、図星の人も多いと思います。またずっと練習のやり方や取り組み方に悩んでいる人もいると思います。ジャズ、アドリブを身につけるにはかなり時間がかかりますし、学ぶ順番がかなり重要です。また深く理解したり、バッチリ身につけてから進まないと、10年やっても積み上げがほとんどなく、何一つ明確なことができない状態の可能性があります。ゆっき先生レッスンでは、本気でジャズ、アドリブを学びたい人に向けてレッスンを行っています。レッスンに行っているけど、これで大丈夫なのか疑心暗鬼になっている人、独学で練習しているけど、闇雲に練習していて、これでアドリブできるようになるか、不安になっている人、真摯に取り組みたい人はお問い合わせください。体験レッスンも行っています。